アノバウィッチ 俺が母さんの話を聞いたのが週末。休み中はいろんなことを考え、ついに迎えた月曜日。あ、さすがに学園が舞台だから、まだ休日パートはないね。洗練番下だと、吉野とかマコが同居人だから、休日パートは結構充実したものになるんだけど、いつもよりも、やや気だるい朝を迎えた俺は、ぼーっと天井を見上げていた。え、ただでさえ月曜日の朝なんてこの世で一番憂鬱なのに、それよりも気だるいのあれからずーっと考えていたものの、出てくる答えは変わらなかった。あ、じゃあもう週末から主人公の中では答えが一つ決まってるのか。まあ、これで答えが変わるぐらいのイベントがあったら、休日パート見せるよな。 <laughs> <laughs> こんな休日をカットして月曜日迎えるわけないもんな。行くか。俺は勢いよくベッドから起き上がる。行ったなぁ <laughs> <laughs> いきなり職員室行ったな <laughs> なんで職員室おはようございます。んどうしたの星名。朝一で職員室に来るなんて。一体何をしたのいや本当に野球部がガラス割る時ぐらいしか、朝に職員室来るイベントなんてないよね <laughs>。<laughs> 決めつけないでくれません別に何もしちゃいませんよ。なら何しに職員室なんて用事がなければ来ないでしょうに。にうにガリ食いに来たんじゃね昼 <laughs> 飯に買ってあるだろう。カナエのお寿司セットについてるガリをご消耗なんじゃないかだから決めつけないでくださいって。ごく普通の用事があってきたんです。どっちにしろ珍し で、その用事って実はですね。お、え、カト <laughs> 答えは後で言ってやつそうして迎えた放課後。 あっと、これはおかけんの物質の前じゃないかいこれは主人公が考え抜いた答えというのは、おかけんに入部するってことなのかなこれは再び、おかけんの部活の前で深呼吸をしていた。物質な <laughs> 部活の前って意味がわかるんだろうが。あいさんはすでに教室を後にしていたから、おそらく今日も部室にいるはず。やっぱり緊張するな。なんだか少し、ためらってしまうな。まあ、そりゃ、最後に訪れたおかけんの物質では、とんでもない事態になったから。<laughs> それあれ以来のおかけんの物質訪問ってなると結構ためらってしまうでしょう。けど、決意はなまっていない。 先生かかららもっらったた紙ををししりりと握りめて扉を叩いたおっと、入部届けかい部長に理科談判って感じはい、開いていますよ。これ閉まってるときどうすんのねね <laughs> は可動な中ってことでいいのかい可動 <laughs> な中っていう縦札作ったらドア越しのあやつさんの返事を聞いて、俺はゆっくりとドアを開ける。あ、星名くん、今日はどうしたんですか例のことで、あやつさんに話があって。 ちょ、ちょっと待ってくださいね。ねね人よけの術とか使えないの <laughs> おかげの物質のドアに鍵を閉めるとか、そんなパンピームーブしないでくれよ、絶対。あいつさんはドアを開け、外の様子を伺う。そして誰もいないことを確認してから、物質の鍵をかけたおい、パンピー魔女がよ <laughs> 術の一つでも見せてくれよ、いい加減。なんでアルプしか魔法使えねえんだよ。なんか未だにねねが魔女なのかどうか、確たク証拠がないんだよな。いや、あいつさん的には話を聞かれたくないから鍵をかけただけなんだろうけど、密室に綺麗な女子と二人きり <laughs>。 決意なまってない大丈夫 <laughs> さっきまでとは違う意味で、なんだかドキドキしてきたかも。大丈夫です。外には誰もいません。大きな声を出さない限り、誰にも聞かれないと思います。なんか言い方が妙にエロいな。<laughs> お前本当に入部届持ってんのか <laughs> 婚姻届とかじゃないだろうな。学生結婚の時って先生に許可もらうのいらないよね。それであの、先週のことをいろいろ考えてみたんだ。<laughs> そんなに慌てなくてもいいんですよ。どのみち、一日二日でなんとかなる問題じゃありませんから。怖いぐらい当事者が落ち着いておるふ <laughs> あ、もうちょっと焦っていいんだよまあ、心のかけらを吸収しちゃった当初は、もうめちゃくちゃに焦りに焦りまくっていたから、あれで焦りおさみみたいな感じなのかもしんないけど、平気だよ。焦って答えを出したわけじゃないから、母さんの話をいろいろと聞いて、休みの間にちゃんと考えて出した答えなんだ。それは、心の穴を埋める方法が見つかったって、 あ、確かに。何に対しての答えだ <laughs> それ、把握しなかったわ。まずは、お加減の撤去を阻止しろっていう、俺の願いがあったから、勝手にお加減入部を決めつけていたけど、違う可能性あるよね。いや、ごめん。悪いけど、それは確約できない。そうですよね。仕方ないと思います。やっぱ、ねねの心の中では、ちょっと焦りはあるね、絶対。<laughs> そりゃそうだよな。大規模な魔法を使いたいっていうのに、邪魔されてるもんな。これで落ち着いてられるような感じだったら、そんな大した願い事でもないはずだしね。でも、埋めるための努力をしてみたい。だから、あいつさん、俺をオカルト研究部に入部 入部させてもらえないかなおっと来たねでもおかけ入部したところで主人公の心の穴は埋まるのかっていう問題はあるけど<え>はいこれが入部届けね <laughs> もうすでに手は打ってあるとねやっぱ部長のねねが入ってこないでください私の鼻園にみたいな感じで突っ跳ねてきたらあれないの <laughs> サノバビッチ終了のお知らせえ、えあの、どうして部活に入部することが、星名くんの心を埋めることに繋がるんですかナイスネてー <laughs> なんか、七といる時のネネは、質問力皆無だったけど、主人公とマンツーマンだと、一気に質問力高まるね。何自分がやんなきゃ、物語が進まないっていう、責任感で燃わされてるの <laughs> ああ、それに関しては、俺にもわからないんだけど、思ったんだ。何をですかもう少し、ちゃんと笑える生活を送れるようになりたいな、って、すんごい抽象的 <laughs>。 父親譲りの抽象的な部分が出とる <laughs>。だからもうちょっと確信に迫った結論を話してからちょいちょいと理由について話してくんないかな。写真の笑顔。あれは今の俺にはできそうにない笑顔だった。ほんと、肝笑顔しかできないもんな。俺 <laughs>。回想シーンで自己嫌悪入んなよ <laughs>。 どうコメントすりゃいいんだ、俺は。うん、キモいねって言うしかないだろけど、母さんは、苦労していたにも関わらず、楽しそうに笑い、能力を使って困ってる人を助けていた、俺と違って、下心もなく、父さんから聞いた、自分にできることだからしてるだけ、って言葉は、きっとそういう意味だったんだろう。だからまあ、その、今までずっと変われるなら変わってみたいと思ってたんだけど、それを持ってるだけで、実際に努力しようとしてなかった。ここ、運転の差あるよね。<laughs> はじめの一歩がやっぱ一番でかい一歩だからね。それを踏み出せるか踏み出せないかで、この先の未来って結構変わるもんね。けどこういう事態になって、もし本当に変えたいと思うなら、頑張ってみるのは今しかないんじゃないかって、うまく言えなくて、背中がかゆくなってくるんだけど。ふふふ、若干落ち着きを取り戻し始めるのやめて。ふふふ、今だけは情熱、熱血キャラでいこうよ。ジャンプにも掲載されるぐらいの熱い男になってみせろよ。とにかくあやつさん。はっ はい。大声出さんって言われてんだろ <laughs> ここだけ切り取られたらまたトーコが。<laughs> 告白かなお姉さんは退散することにするよとか。意味わかいこと言い出すだろうが。もしよければ、俺に手伝いをさせてもらえないかな。あー、人助けの手伝いをすることによって、間接的に主人公の自己満足にも似た体験ができると思ってるってことかなどうすればいいのかわからなくて、結局母さんの真似をするだけみたいで恥ずかしいけど、でもそこに答えがある気がするけどね。介護官とはいえ、お母さんと同じ系統の能力の持ち主だし、それでも一歩踏み出せば何かが変わってくるかもしれないから、この気持ちは決して場当たり的な ものじゃないかえ、これ断られるやつやん。<laughs> こんだけ柄にもなく主人公が大声出して入部したがってんのに、その気持ちを早々に立とうというのか、この部長は。あ、これ入部できそう。<laughs> これで主人公が、え、失敗したくないよっていう愚か者だったら、このおかけん入部は叶わぬ夢になりそうだけど、きっと今の主人公なら大丈夫だよね。いいよ。あ、大丈夫そうだね。<laughs> これからそのバビッチは始まるって感じかもね。俺が探したいのは人から感謝される方法じゃない。それに心のかけらをあいつさんに返すためにも手探りでも何でも今はやってみないと。でもですね、その私には契約の件もあります。迷惑をかけてしまうかも。いやむしろご褒美だろ。<laughs> もう唯一この世で事情を知っている生身のパンピーなんて主人公しかいないんだから、ねねがもじもじして顔をわからめたら、あ、過動な注意報なんだっていうので、ちょっと心が湧き立つじゃん。あー、それはまあ、で、できる限りフォローするよ。<laughs> なにお前 が手間しての <laughs> ちょっとそれは部長部員の関係性ではなくなってくるな <laughs>。ま、あある意味そんぐらいリアージになった方が心のかけらを埋める上で一番の近道かもしんないけど。といっても、俺は男だから限界もあるわけで、あいつさんが家出なければ。だけど、だから女の子の部員欲しいよね。トーコも三人っつってたし、あと一人入る人がいればいいんだけど、若永ね、バイトがあるつってたし、ちょっといかがわしい雰囲気もあったから、放課後から深夜にかけてまで働いてそうだよな。ってなると飽きた <laughs> あいつ連のやだな。あいつがそもそも主人公に仕事振ってるしな。 それじゃ、これからよろしくお願いします。さあ、ここで本来なら製品版はオープニング入る感じなのかなもしかしたら。今、チャプター1の6ってなってるけど、もうチャプター1の1だよね、俺 <laughs>。今までチャプター0みたいな、なんか事実回線みたいな感じになってるけど。うん、よろしく。これが今まで弾いていた境界線から踏み出した、俺の一歩目となった。あ、なんか所々主人公、過去話っぽく言ってるなと思ったけど、今までの物語は、このおかけに入部してからの主人公のお話だったのか。いや、本当にチャプター0やん <laughs>。あ、フォローも頑張るよ。図書室の前で見張りぐらいならいつでもするから。 <laughs> いまいち、定義のなぜない気配りなんだよな <laughs>。そういうの大きなお世話っていうんだぜ。もう死ぬしか、腹を切るしかありません。なんかもう死に方が男前すぎる <laughs>。なんか魔女って言うぐらいなんだし、火炙りとか、ギロチンとかそういうのあげてくれよ <laughs>。なんで日本の武将なんだよ。落ち着いて、ごめん。本当にごめん。そんなつもりじゃなかったんだ。なんかこんなゴミな部員を抱えて、このおかけは大丈夫なんだろうがって思い始めてきたわ <laughs>。ちょっと最後の一枠。三人目の部員の子次第で、今後のおかけの未来も変わってきそうだな。気の利かない人は、 か困りますが、だからって、そんな変なことまで気を回さなくていいんです。嫌がらせですか。あ、ねね、可愛い。<laughs> え、何それ。新入部員歓迎ボーナス。<laughs> <laughs> 初めてのムスッとした顔じゃん。本当にごめんなさい。姫松学院に入学して約1年と半年、2年の夏を過ぎて、ようやく俺は期待を抱いた。今更ながらに何かが始まるんじゃないかって、この一見何も始まらなそうだなっていう2学期から物語を始めるっていうところがなかなか面白いよね、サノバウィッチ。普通春とか初夏ぐらいから始めるのが結構定番だと思うんだけど。サノバウィッチチャンネル登録。 最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画で。バイバーイ